北もめっちゃ可愛い。なんか下北のこういうお店って可愛い子しか働けないのかな。本当にみんな可愛くて。面接とかってやっぱ顔顔面とかですか。特別企画、マシュマロガールズが街ブラロケしてみたー。やったー。暗くなってきた ねすごいね。でも夜もこうやって栄えてるんだ ね本当にすごい綺麗だね。すごい。およなんか気になる。およスタッフさんと食べたい。おいしそう。ちょっとでおねだりしちゃった。コショウ行きますか。コショウ行きますか。わ、最初はグッチョキ、あいこでしょ。あれ、一人もう行けるかな。ご飯屋さんってか、あの服じゃないから行けるかも。あ、じゃあちょっと補助いる？大丈夫。あ、来てくれる人いるなら。やっぱ相方だからさ。相方だから。あの絶対に私は食べます。食べてくださいね。あのもう絶対に食べてやります。どっちどっち、何これ、何これ。結果はせーの、オッケーだー。やったし、しかもここの店員さんもめっちゃ可愛い。可愛い。なんか下北のこういうお店って可愛い子しか働けないのかな。本当にみんな可愛くて。はい。早く行きましょう。食べたい。ちょっと待ってください。何？本当にあの今日ね、ロケやってきて申し訳ないんですけど、行かせてください。嘘や。え？食べれないよあんた。いや。はい、引いていきましょう。よし。わあ、これ大事だよ。お芋大好きなんだよ。食べたいよ。まずすぎるよ。せーの。え？ちょっとごめんなさい。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 すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。すいません。すいません。あ、ちょっとカメラの前なんで。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。被ってるから。もう一回やり直すとかできないですよね。線抜けないでよ。全部外れてるの。全部外れてる。あの初 MC ですごい気合い入れて、うわー楽しみだなと思って。え、ゼロなことあります。行っていいですか。お願いします。ブランと魅惑の焼き芋ブリュレ。はい、かしこまりました。お願いします。面接とかってやっぱ顔顔面とかですか。めちゃ可愛いから。後ろのお方も大きい。本当に大きい。なんかされてるんですか。なんかめっちゃ声優を。あ、やっぱりなんか表に出る方っぽい。なるほど、そうなんだ。だそうです。すごくない。絵がすごい。なんかね、うさぎさんみたいでやっぱ可愛いですよね。見た目もキャッチーで。じゃあ乾杯していただきますか。乾杯。どっから食べよう。ブリュレから。うわ、もうカリカリなんですけど。え、見て。え、これ贅沢すぎる。どうやって。いただきます。おいしい。おいしい。めちゃくちゃおいしい。なんかあの今まで食べた焼き芋の中でパコイチ美味しい。え、だってほら見て、柔らかいんですよ。この中ちょっと取りますね。ほら、もうねっとりしてて一番美味しいやつ。これつけてさ、食べたらもっと美味しい。あ、よし。うん、美味しい。アイス、うまっ。アイス美味しい。美味しそう。贅沢な。美味しい。美味しいよね。中どうなってるの？アイス？なんかこれアイス。上の芋がすごい。あの口の中でもうふわって。てか濃厚すぎない？アイス。なんかあのさ、パリパリが気になるよね。うん、ああ、これも下に芋が入ってる。本当だ。え、すごい。
食べたい。ねっとり食べたいね。ねっとり。やば。あいいな。なんでねっとりの中にもちもちがあるんだろう。すごい。もちもちもある。うん。うん。わいい音。わあ、美味しい。いい音。もう芋尽くしだ。これ一杯。なんか体にも良さそう。なんか罪悪感があまりないです。お芋なんで。下北もね、すごいなんか発展してる。再開発、うん、再開発すごいカラフルなお店がたくさん。なんかさ、私あの韓国ドラマに今ハマってて、でもちょっと今更なんだけどイテウォンクラス見始めたんだけど、そうイテウォンの街みたいな、こういうカラフルなお店がたくさん。そうなんだ、うん、めっちゃ映えスポットだもんね、うん、すごい。いやすごいね、どこもすごい人入ってるよ ね、 ね、なんかどこで写真撮っても映えるね、うん、このね。最後はですね、タルト&ラブカフェさんに来ました。あの最後なので、うん、あのみんな食べちゃおうということで。嬉しい、ありがとうございます。4つね、注文してきました。はい、私はイチジクのタルトにしました。美味しそう。早速いただきます。いただきます。うん、美味しい。真ん中にクリーム入ってる。そうなんだ。真ん中しっとりしてます。食べ応え満点。やっとやっとありつけました、私はやっとなので贅沢ショコラタルト注文しました。見てください、もう見た目からして贅沢の極みですねいろいろ乗ってるもんね。いろいろ乗ってますからね。いただきます。うん、優勝。何のグランプリ？私グランプリ優勝です。あのチョコがすごい濃厚でしっとりしてて美味しいです。私はいちごのショートタルトにしました。でもめちゃくちゃ甘くて、あ、匂わない美味しそう。じゃあ 上の方から。なんか生クリームがこう、もうふわふわふわ生クリーム、すごい。いただきます。美味しい。中はこんな感じで、やっぱなんか外がサクサクしてて、中のしっとりのこのギャップが素晴らしく美味しいです。私あのケーキもね、いちごのショートケーキが一番大好きで、タルトバージョン初めて食べたので、そう、美味しい。はい、私は生チョコにしました。もうこのきっとね、外にビシビシ固まってるのが生チョコなんでしょうか。いただきます。なくなった。生チョコって、うん、結構濃厚なものって、そのなんだろうな、口の中に残ってこう、うん、くどかったりもあると思うんですけど、全然これ全くない。美味しい。なんか飲んでるみたい。さあ、今日はどうでしたか？下北はすごい雰囲気が落ち着いてて、この時間じゃ回りきれないくらい魅力がたっぷりだったので、また来たいなと思いました。いや、なんかこの4人で下北に遊びに来た気分で、そうだね、そっかカメラあるわみたいなそう、すごい楽しかったし、あと下北沢で働いてる方々、こう店員さんとかがやっぱみんな温かくて優しくて、本当にたくさんの方々に恵まれた一日でした。ありがとうございました。で、以上、マチバラガールズがマチブラロケしてみたでした。この動画が面白かったらいいねとグッドボタン、あ、いくか、
グッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。そしてコメントもたくさんお待ちしてます。それでは次回の動画もお楽しみに。